どうも、ちぬこチャンネルです。日ごとに暖かさを増して春めいてきましたね。今回はバチ抜けシーバスに挑戦します。初心者でも釣りやすい時期なので、なんとか一匹頑張ります。バチ抜けっていうのは、砂の中に生息している魚介類、虫ですね、が水面まで大量に浮いてきて産卵を行うことを言います。上層をゆっくり引いてくる感じです。上流側に投げて糸ふけ取ったら、ゆっくり巻いて下流まで流すみたいな感じかな。シーバスは今産卵後なので、あんまり体力がありません。体力を回復するために遊泳力の弱いバチ類を荒食いする時期なんですよね。今もね、夕間詰めの時間帯なんでチャンスだと思うんですよね。ちなみに釣れる時期と条件は、一言で言うと春の夜です。さらに時間帯はね、大潮や中潮の満潮からの下げ潮が狙いやすいです。本番はね、日没後なので、様子を見ながら釣りを続けます。バチはいるかな。なんかちっちゃい魚はいるんだけど、あ、いた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 、あれですね、あれあれいました、いました。あれですね、あの虫、あのうねうね動いてるやつ、あれがバチですよし、バチが湧いてきたということは、これからチャンスなので、引き続き頑張ります。よいしょ。バチ用のルアーはいろいろ売ってるんですけど、釣り具屋さんで買ってきたんで、これを使ってみよう。釣れるといいんですけどね。今日はね、条件的にはぴったりだと思うんですよね。大潮から2日3日経ったところですが、そういえば新しくロッドを買ったんですよ、これ。ネッサ BB。ただちょっとね、固めなロッドなので、バチ抜けのシーバス狙うんだったら、少し柔らかい方がやりやすいかもしれないけど。来た。でもなんか可愛いサイズかもしれない来た、はい、あ、抜けるかも。電気つけます。抜ける。あ、何これ、違う魚、メバル何、違う、カサゴだ、黒いカサゴ違いました。カサゴだな、多分これは。ちょっと底を引きすぎたみたい。ルアーの動きがゆっくりすぎたみたいです。なんか太ったソイだな。ありがとう。あ、来た。うわー、バラした。あー、今来たのに、めっちゃガーって持ってきました。でも合わなかった。釣りたいな、一匹。あ、来た、やった、来た。よ、来た。重い。来た。ライトつけちゃいますね。やったー。これはいけるんか。よし、竿を立ててきて、おいで
来た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 、やった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 、あ、でかいかもよいしょよいしょよいしょ、やったー大きい大きい大きい、これえめっちゃ大きいやったやった嬉しい、やったー、測ります、うわうー逃げないでね、うわ嬉しい、わい69センチ、あと口の中がほらバチだらけ、たくさん虫を食べてる個体です、バチ抜けシーバス成立しましたすーちゃんスリスリしてすんごいの釣ってきたよ料理作るね、すーちゃんにもちょっとあげるね、今回の戦利品は、はい、スズキです。和名はスズキなんですが、見た目がブラックバスに似ていることから、ルアーで釣るときは海のバス、シーバスと呼ばれています。今の時期は産卵後ということですが、お腹を開けると少しだけ卵が残っていました。ちなみにここに擦れたような跡がありますね。この時期虫を捕食しているシーバスの特徴だそうです。結構綺麗な加工で釣ったんですけれども、ちょっとだけ匂いが気になりますねということで、今回はしっかり火を通して美味しくいただきます。よいしょ、わぁはみ出してます、机汚れちゃうんでバットで押さえながら、まずは鱗取りから、頭を落とします、よし、よしと。注意点としてはここですね、背中側なんですけれども割れてきちゃうんですね。調理するときは気をつけましょう。腹骨取ります、骨を除きます、身がついてこないように押さえながら抜きます。そしたらですね、本当は皮付きのままにしようかなと思ったんですが、ちょっと匂いがあるので皮引きます。皮を取っちゃうと気にならなくなることが多いです。そしたら、はいはい、これが何かというと、つくし10分ぐらいでたくさん取れました。独特の苦味があるんですが、しっかりと下処理すればとっても美味しく食べられる春の食材です。吹きのとう、こっちの吹きのとうは結構もうこの花が開きかけているのが多かったので、なるべく開ききってないものを選んで取りました。こちらも春を代表する食材で、私も大好物です。山の恵み、ありがたく調理していきます。袴を取ります、くるくるっと本体を回す感じで。杉菜とも言われますが、杉花粉ある人はどうなんでしょう、鼻やられちゃうんかな。お湯が沸いてきたら塩を入れます。よく洗ったつくしを入れる。これは下茹での状態なので30秒ぐらいでクタッとしたら取り出して、水でキュッと締めます。 OK、 お鍋にお水、本だし、お醤油、みりんにお砂糖を入れて火にかける。その間に卵を割りほぐしておきます。今卵高いよね、なかなか買えない高級品になっちゃいました。茹でたつくしと卵を入れてゆっくりとかき混ぜます。器に入れて、できました、つくしの卵とじ完成です。食べるの楽しみ、わあ熱々、めっちゃ美味しそう、いただきます。うん、おいしい、このほろ苦さがいいですね。はい、今回は日本酒、伊勢満さんのおかげさま、以前も飲んだことがあります。
美味しくてね、何度か購入しております。ちょっと残りも少ないんですけどね、つくしに合うんじゃないかな。はい、綺麗な色。それでは乾杯。すっごくいい香り、甘くてフルーティー、飲みやすいです。美味しい。ほろ苦いつくしと卵のふわっとした甘みがよく合ってますね。うん、美味しくてあっという間になくなっちゃった。よし、それではさらに料理を進めていきます。切ります。身の色綺麗です。少しピンクがかった白、ただ身質は柔らかいです。栄養が卵の方に行ってるからかもしれないですね。軽く塩を振っておきます。塩振って置いとくと水分が出るんですよね。10分から15分ぐらい置いておきます。この中に味噌、伊勢の麹屋さんの味噌です。たっぷりみりんと砂糖混ぜますね。はい、こんな感じでお鍋に油を入れて温めておいて、その間にふきのとうを、まあ、ある程度葉を取って粗く刻みます。すぐに油の中に入れます。うわー、いい音。すごくいい匂い。色が鮮やかな緑色に変わりましたね。そしたらちょっと火を弱めてお味噌を加えます。よし、水分が飛んできたので火を止めます。あー、もうたまらない香り。ちょっと味見しちゃおうかな。熱そう。熱いかな。うん、うわ、めっちゃ美味しい。噛めば噛むほどふきのすっすごくいい香りします。ふきと油とお味噌の相性バッチリですね。はい、身から水分が出てきたらキッチンペーパーで拭き取ります。春玉ねぎ、柔らかくて甘くて美味しいんですよね。これはもう彩り用のパプリカ。そしたらバットにアルミホイル敷いて、玉ねぎを敷いて塩コショウを振ります。ここに続きバターとふき味噌乗せる。いいですね。パプリカ加えて包みます。封筒包みね。はい、準備 OK。 焼いておきます。いい匂いがしてきたら火を止めて、よいしょよいしょよいしょ。あー、すごい、玉ねぎからの水分たっぷり出てますね。美味しそう。ネギを散らして、できました。スズキのふき味噌ホイル焼き完成です。春玉ねぎを丸ごと1個入れて蒸し焼きにしました。玉ねぎからの水分がいっぱい出て美味しそうです。よし、スーちゃんにはチュールをあげるねって。ちょっと待って、まだ開いてないんだから。まだ開いてないの。ちょちょちょ、反対じゃない反対じゃない。カチカチ、おいしいね。おいしいかい？口の周りいっぱいついてるよ。チュールだらけだよ、すーちゃん。よいしょ、すーちゃん。はいはいはい、よしよし、オッケー。続きまして、一口サイズに切る。ボウルに、はい、黄金天ぷら粉 50g でいいかな。水が75ぐらい。混ぜすぎないように、スズキの身を天ぷら粉につけて揚げていきます。あ、なんかちょっとフリッターっぽくなっちゃった。混ぜすぎないように気をつけてたんですけど、水入れてかなり時間経ってしまったのでフリッター見たくなっちゃいました。ふきのとうです。いやいや、はい、開いてます。美味しそう。そして最後、つくしをまとめて、えい、良さそうです。はい、器に盛り付けて、できました。春の天ぷら完成です。スズキふきのとうつくし、いい感じにカラッと仕上がりました。お米を炊きます。
塩を入れて菜の花茹でます。色が変わって火が通ってきたら、よいしょ、粗く刻みます。ボウルに揚げ玉入れてめんつゆをかけて浸しておきます。ここに先ほど炊いたお米入れまして、菜の花、しらす全部いっちゃおうごまを入れて混ぜます。そしたら綺麗に洗って濡らした手に、このいい塩土佐の塩ね、あーちょっと多いんじゃない手に取りまして、このぐらいかな。OK、 できました。しらすと菜の花のおにぎり完成です。めっちゃ美味しそうなのでたくさん握っちゃいました。はい、できました。すーちゃん、あらら、待ってたよいしょっと。あ、こら、あれ、すーちゃん、あ、どうしたの、箸、箸、ちゃちゃちゃ、すーちゃん、箸だよ、箸、ちゅるちゃうよ。はい、全部できました。どうですか、美味しそう。もう春を満喫といった料理になってます。早速いただきましょう。まずはホイル焼きから。吹き味噌と玉ねぎの甘みがどうなのか、いただきます。これはうまい。味がしっかりついてます。うわ、玉ねぎもとろっとろです。甘いこれはおすすめ。春キャベツとか、キノコとかね、そういうの足してもいいと思います。本当に美味しい、これはお酒、久しぶりに吹き味噌食べたんですけど、大人になればなるほどこの味が好きになりますね。心配してたスズキの実もとってもふわっとしてて美味しいですよ。バターの香りも効いてる。そしたらおにぎりも菜の花の食感がいいです。やっぱ揚げ玉っておにぎりに入れるとすっごくコクが出ていいですよね。ホイル焼きを食べつつおにぎり、めちゃくちゃうまいたまらないです。そんな恨めそうな顔で見て、すーちゃん用に取っておいた火を通しただけのスズキ食べる？あ、やっぱりすーちゃんは白身魚大好きあら、あら、美味しそう、美味しいねおねえよ、おねえよ、すーちゃんすーちゃん違うって、お塩、これ、塩、チュールじゃないよ塩だよ、塩、ね、違うでしょ、よく見たら形。じゃあここにお塩を乗せてですね、天ぷらをいただきます塩つけて、身がふわっとしてますね。臭みとかもなくて美味しいです。うまい。ふきのとう、本当にいい香りする大人の味です。美味しい。そしてつくし、
うん、歯ごたえがいい。山菜とおにぎりのある国、日本に生まれてよかったです。うん、はい、ごちそうさまでした。今回は初めてのバチ抜けシーバス釣ることに成功しました。バチ抜けは釣れる条件がね、結構細かくありますので、知ってないとなかなか釣るの難しいと思います。なので地元の釣り具屋さんにいつ釣れるのか確認するっていうのがおすすめです。三重県ならフィッシングユーさんとかね、店員さんすごく釣りに詳しいので、ぜひ聞いてみてください。4月末まではまだまだ釣れると思うので、私も数釣りかサイズアップ目指してまた挑戦しに行きたいと思います。そしてね、この動画が2023年初めての釣り動画となりました。今年は身近な釣り物だけでなく、大物釣りにもチャレンジしていきたいと思っています。さらにやったことのない釣り物にもどんどんチャレンジしていきたいと思っていますので、ぜひご視聴をよろしくお願いします。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ご興味のある、どうしたすーちゃんにに。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。